こんにちは、この花の寒月です。今日は履物の雨の日の対策を、ご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今からご説明を、していきますね。雨の日に皆さん多分下駄だったらつま革をこうかぶせたり、草履だったら雨の日用の、カバーがあるんですけれども、そういうので対応されてると思うんですけれども、そういうのはネットで検索されればたくさん出てくるんですが、もっと、重要なことがあってですね、実は履物って鼻を過ぎる場合にここは空いてるんですね。で、草履なんか特に革なので、ちょっとすいません、汚れてるので申し訳ないんですけれども、裏から染みていくんです。で、今こういう雨の日用のこう下駄とか履物があるので、こういうのの時はもう全然心配いらないんですけれども、この空いてる部分ですね、鼻を過げるものに関してのちょっと対策ですね。上はいくらカバーしても下から染みて、この台と鼻緒がやっぱりぐっしょりになるっていうことがこれからの時期増えてくると思うので、その対策を今日ご紹介したいと思います。それで、対策に必要なのはガムテープとハサミです。どうするかというと、ガムテープを引いて、やっぱり雨が降るなとか分かってる時に、こういうカジュアル草履でいいですよっていう場所であれば全然いいんですけれども、どうしてもいい履物をちょっと入っていかなくちゃいけないっていう時とか、お稽古事とかしてらっしゃる方だとあると思うんですね。で、その時にこの部分ですね、ガムテープで塞いであげてください。それでちょっと今日紙のガムテープしかご用意できなかったんですけれども、布製の手で破れるものありますよね、そっちの方がいいと思います。こうやって貼っていただくだけで雨のにじみが全然違うんですね。中にやっぱり入ってこないので、あと紙だとちょっと滑りやすいものもあるので、布の方がザラッとしているものの方がいいかなと思います。こういうとこですね、ここに貼ってあげてください。ガリカバーする感じで、ちっちゃい方がいいですね。ちょっと雨の日で特に滑りやすいので、こっちはかかとがあるから大丈夫なんですけど、こっち側が滑りやすいかもしれないんで、極力ちょっとギリギリちっちゃめぐらいで、こういうふうにカバーをしてあげてください。そうするともう中に水が入り込まないので、それだけでも対処の仕方が違うと思います。で、また濡れたなと思って、こっち側反対側濡らしてしまったなと思ったら、もうお家帰られたら新聞の上に置かれたり、水分取ってあげてくださいね。あと斜めにちょっと立てかけて、水分が中の水分が飛ぶように乾かしてあげてください。履物って意外と内側から、ダメになることが多いので、意外とこうそのまんまにしていて、ある日履いたら鼻緒がスポッと抜けるっていうことも時々ありますので、こういう、対処の仕方を雨の降りそうだなっていうそういった日には、ちょっとガムテープがお手元にありましたら貼ってお出かけされるといいかなと思います。はい、今日はちょっと雨の日の、対策のお話をしてみました。よかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。